よし、いや早めに送っとくのがね、いいだいいだ。います。顔が丸いだって、傷つく。顔が丸い？太ったよって言ってること？太ったよって言ってる？太ったねって言ってるってこと？そういうこと？やばいな、明日コンサートなんだね。ちょっと音でかいわ。こういう人ってなんか言ってすぐ逃げちゃうから教えてほしいんだけど、どういう意味で顔が丸いって言ってるのかなって気になってるんだけど、言い逃げしないで。ちょっとメール書くね。うるさ、ちょっと来れないと。とりあえず送ります。送った。送りました。ちょっと台本確認させてね。今もうご飯食べたの。帰ってきてご飯食べました。もうえっと昨日残ったスープとレタスとアボカドとサーモンのサラダとちょっと余ったサーモンとサイコロステーキ食べた。そう、でも半分くらいだからまだ半分残ってるんだけど食べました。あとご飯もう早めに食べました。サイコロステーキ美味しかった。サイコロステーキって安いんだね。しかもそう、結構食べた。でもサーモンが半額になってて、でもどうしてもお肉が食べたくなっちゃってサイコロステーキにした。明日
ステーキは塩コショウで食べた。そう、塩コショウで食べた。サラダはゆずポン酢と塩昆布かけて、ちょっと余ったサーモンは醤油とごま油とちょっとニンニク入れて食べました。ってことで、ちょっと今日もね一日動いたんですけど、明日はコンサートです。フォクシーの時はこうやってポニーテールしようかなって思ってるんですけど、キューティーは普通に巻き下ろしかな。本当にちょっとハマってる。みんなで会えるの楽しみだね。久しぶりに会えるから。コンサートとかも久しぶりだし、なんか久しぶりな感じするな。あんな広い会場にペンライトとかうちはいっぱいあるんだなって考えたらドキドキして。撮影可能コーナーもあるので、ぜひ可愛く撮ってください。見つけてね。見つけてね。カメラもいいんだっけ。カメラ使える人はぜひ可愛く撮ってください。2日目の方が撮りやすい場所にいるかもしれないです。そう、友達はね、そう、作ってくれたやつ多分持ってきてくれると思うんだけど、コンサートは初めてかな。しかも3人揃ってきてくれるのですごい嬉しいです。いや、カメラ大丈夫なはず。大きさによってはだけど、今回はカメラ大丈夫だった気がする。楽しみ。明日も朝早いので早めに眠りにつきます。そう、バズーカカメラじゃなければ大丈夫。私さこのお家に引っ越してきてからさ、お湯のさ張り方が分かんないんだけどさ、どうやったらいいんだろう。なんかさ、お湯張りっていうボタンがあるんだけどさ、ひねったらさ出てくんのかな。私ずっと溜めてたの、蛇口で。お湯張りっていう機能を使ったことがなくて、ちょっと難しいよね。お湯張りってどうやって、ボタンの仕組みが分かんない。自動的に溜まんの？勝手に蛇口から出てくる？
タン押せばいいの？え、すご、知らなかったずっと蛇口からずっと出してた。効率悪いなって思いながら。そうなんだ。あ、ここの方、ここからゴボゴボ出てくるんだ。勝手に止まるかを知らせてくるのかどっちか。追い抱きない。そうなんだ。じゃあもうちょっとしたら入れやってこよう。え、なんかシャワー浴びてる時にシャワーからこのジャーってお入れててめちゃくちゃ効率悪いなと思ってたから、先に溜めとけばいいんだね。知らなかった。え、ポニーテールどう？フォクシーポニーテールにしようかな。でもなんかあんまセクシーさなくなっちゃうかな。まあいっか。今さら知った今さら知ったんだけど。明日はどうしようかな。下ろそうかな。もともとセクシーだから問題ないと思います。本当ですか、嬉しいわ。明日は普通かな。巻きおろしでちょっとアレンジするかくらいかもしれない。私編み込みカチューシャ好きだから編み込みカチューシャにしようかな。写真ねいっぱい撮れたらいいけど。見て、今日はしかもこのチョコを買ったの。ちょっとお菓子食べちゃったんだけど差し入れにあったから、基本はこれで生きてた。でも昨日測ったら1キロ痩せてたの実は、おとついより。だから今日測ってみて何キロ痩せてるかなって、変わってるかな。コンサートの差し入れが一番怖い。私食べてるのに食べちゃう、いつも900。7。いや、なんか賞味期限長そうなのは持って帰ってくる、一気に食べる。なんかもしその場で食べなきゃいけないってものがあったら、でもとりあえずめちゃくちゃ動くようにしてるから。今日めっちゃ汗かいたもん。うん、メール来た
お菓子が多いかな。楽しみだね。いや、ダイエットしてるよ。ダイエットしてるからこんなチョコを食べてるんじゃん。レッスン着の自撮り、お腹見えてるから。自撮りしないんだよね、レッスン着で。これ撮ったらできそうでも。こうしたらいいか。出ないな。座ってたら出ない。こうやってこうしたらお腹出る。でも太って見える、すごい。こここうしたら出る。今日はこれでレッスンしてました気合い入れてた。太ったのよ。でもこれでも私基準で私は太った。いや、過去最高体重だよ。太ってるやん。それは太ってんのよ。見たことない数字を見たから、自分の体重。いや、めっちゃむずい質問するけど、みんな的にさ、キューティーでこの曲やってほしいなってのありますか？ちょっと気になる。絶対ない、ないっていうか、むずいだろうけど。ついてほしいとこについてる説ない。ない。ついてほしいとこにつかないのよ。言うなにっていうか、もう全体的に普段動いてて重いと感じるの。最近階段がね、重いって感じるの。そう、だから、あ、自分で気づいた。なんか階段登ってて結構しんどいなって感じて。わがままコレクション、最強ツインテール。あ、最強ツインテールとかいいね。野菜シスターズ、真空のときめき、ラブ主義、足でペンギン。筋肉ついたのかな。すっごい階段が疲れるの。運動不足なの。なるほどね。いや、マジ明日は絶対忘れないようにしないと。服を忘れないようにしないといけない。
そう、おしゃれ祭り用の衣装なんです。私服で曲を披露するので、ハーリップトゥーがプレゼントできればな。嬉しい、その気持ちが嬉しい。そう、私もハーリップトゥーのお洋服が欲しいんだけどさ、お高すぎてさ、スナイデルとかもそうなんだけど、逆にフォクシーでやってほしい曲ありますか？私じゃなくてこの曲見たいなみたいな、全体的にユニットとかでもいいんだけど。誰のことを一番愛してる？いい歌っていうか、すごい深い歌だよね。SKE のスルーザナイト、ミステリーライン、定期ミステリーラインもいいよね。ムズソーダンス、暗闇ね。愛しさのアクセル、禁じられた二人。フォクシーの意味は、まあ、ちょっと大人っぽいみたいな感じだね。プラヌキ、洗い物したらお風呂入ろう。従順なスレイブ、私も好き、めっちゃいいよね。今日新しいシャンプー買ったんだ、実は。新しいシャンプーを買ったんだ。どんなシャンプーか、ちょっといいやつ買った。あっあれだ、普通にどこにでも売ってるやつだよ。でももうなくなってきたからこれにした。エイトザタラーソー、エイトザタラーソー、ほらチームメイトだから8にしたの。これにしたんだ。もうなくなってきてる感じだったから
そう、シャンプー&コンディショナー2020年第1位これにした。汚くなるじゃんこれ外したら。いや言うて1400円くらい、私の中では高いけど、ちょっと髪の毛いい感じにしたくてね。かわいいよね。ストーリーのせいよかな。あんまりハートが増えました。乗せた、ストーリー乗せた。ここに家帰ってもちっちゃいね、ね、しないの。そしたらメイクポーチもちょっとメイク道具も増やしてカラコンも持ってきます。朝やんないとねショールーム。うん、と何時にやろうかな。通勤らしいやない。嫌やな。7時半からショールームするから7時15分くらいに起きるわ。1時半からかな。今日はちょっとだけお風呂にゆっくり浸かろうかな。とりあえず忘れないようにいろいろ荷物をまとめよう。
洗い物してお風呂入って取って確認して、朝は7時半からショールームします。30分ちょっとかな、できたらいいなって思ってるけど、いや、メイク配信しません、普通にスピンで配信する。みんなに会えるの楽しみにしてます。うちわとかペンライトとかぜひ振ってください。私の魅力をたくさんの方に見てもらえるように頑張ります。電池交換しといた、お、もしかしたら私席遠いかもって人はペンライトを2本用意していただいて、十字架の方が私は見つけやすいかなと思います。まあ極力目はいいんですけど、目はいいんですけど、緊張してる。なんだろう、いろんな方が見に来るから、ファンの人もそうだし友達も来るし、舞台の関係者の方も来るから、鬼緊張です。けど19ティーはちょっとだけ曲が少ないから、出る曲が13の方が緊張するけど、でも緊張してますね。楽しんでいただけるようにベストコンディションでいきます。とりあえず早めに寝ようかなって思います。じゃあちょっと早いけどランキング読みたいと思います。13位マジバナちゃん、12位茨城の大マットマークナトリドンさん、11位 MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、10位ヤッスンさん、9位マイキアとマーク安定ポニーって超かわいい明日頑張ってね楽しんでねさん、8位中心アとマークユリナー W さん、7位ライさんユーナ髪型かわいいね好きおやすみさん、6位ノリーさん、5位ユウキさん、4位 TK トンからとマークタイのナトリドンさん、3位中山フェスタさん、2位ナジアとマークうな鉄の成長を見守りたいさん、1位ロロさんです。ありがとうございました。なんかすごい10分間だけインスタライブしたくなってきたからインスタライブするわ、急に。ちょっと10分間だけします。よかったら見に来てください。おやすみなさい、ありがとうございました。バイ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 。